私の初めての友、ありがとう。ログレス、ユウコ、バルナに会いなさい。レイコの声、ベカンティに何か起こったの？急ぎなさい、時間がない。奴はたった一人でログレス王を倒した。バリスの剣を持った奴は女ではない、巨人だと思え。おそらく我らの力をもってしても奴を倒すことはできまい。しかしバリスの剣を奪うことだけは。来る。
ス十二将軍の一人、赤刀流のザルーガ。バリスの戦士よ、お相手しよう。なぜリアリティの世界に来た？貴様の剣が必要なのだ。ユウコ、ベカンティの人たちを救って。ユウコはそれができる唯一の人。どういう意味？あなたがどうしてここに？私はいつもお前のそばにいる。ベカンティに何が起こったの？ベカンティは戦乱になり、地獄と化し、大勢の人々が苦しんでいる。戦乱？ログレス王が優子に殺されて、王を喪失したベカンティはログレス王と反ログレス軍に分かれて戦争が始まった。そのログレス軍がなぜ私のバリアの剣を？反ログレス軍が皇帝メガスを次元の隙間から復活させた。メガスは反ログレス軍をまとめ、メガス軍として率いた。メガスの圧倒的力にログレス軍は敗戦が続いた。最後の策として、ログレス軍はバリスの剣の力を求めた。メガスとは何者？メガスはベカンティの正統王位継承者だった男、そしてログレス王の兄。兄？兄さん、それがなぜ？レイコ、早くバリアのところに行きなさい。